いたいぞ。ですね、まあ暑い暑い、うん、で取材も あれから取材を受けてね、何日だったか、6月12日だったかな、取材インタビュー受けまして、インタビュー受けて、これ名刺ね、名刺もらってきたんですけどね、ね、まあね、ぶっちゃけね、まあさ、まあ仕事し、普通に仕事してて、まあ大体この時間に、この時間に来られますってことでね、まあその時間帯にはまあ、仕事もしつつもね、受け答えしたんですけども、まあサボりたいサボりたい、めちゃくちゃサボりました。初対面なのに。30分以上もっとかな。どんどんね、深く、受け答えしていきますと、どんどん尺が伸びていくわけなんですよね。で、どんどん仕事サボっていけるわけなんですよね。ある意味ね。まあいいんですよ。キラキラ笑ってたんですから。初対面なのにキラキラ笑ってね、楽しんでたんですよ。楽しい方だな、本当にね。やっぱり人と人のつながりは本当に楽しい。まあね、2週間後にはで、なんか、日の丸さん、2週間後にはちょっとその動画、お知らせしますって、また見せますってことでね。まあ、ごめんなさい、話長なりますね。ね。今回はね、まあ、アロハシャツ？そう。アロハシャツのことについてですね、まあ私もいろいろと買ってる中でね、でこの夏やっぱりもうアロハシャツで決めたいということでね、過去の動画でも喋りましたが、やっぱりもうアロハシャツで攻めていきたい、ですけども、まあね、それに合うシューズとかスニーカーとかね、ブーツでもいいんですけども、なかなかね、柄物と柄物の合わせるのはなかなか難しいっちゃ難しいんですよ、ぶっちゃけ。私、まあスニーカーは結構ド派手なものを履きますし、だからアロハシャツに何かね、その、シューズを何かシンプルなもの持ってきては、合わせては、まあここ最近は楽しんでおりますね。とともにですね、ショートパンツもね、履きながらね、このもう今暑い中でね、役に立っております、まあただ種類がね結構あるわけでございまして、皆さんどうなんですかね。私ね、まあもうここ最近、ここ数年はワコマリアさんのものを使ったりとか、まあウルーゼットね、トラッシュヘッドって言われるようなものを使ったりとかね、するんですけども、ね、ウルーゼットさんでもワコマリアとコラボしたこういったものもねあるわけじゃないですか。まあこれは全然使ってないんですけども、まあそういったもの、こうやって派手だね、いいでしょ。で皆さんどうなんですか、和柄と、よ、まあ要はアロハシャツってまあ和柄と洋柄あるじゃないですか。私もサンサーフとかも大好きでございましたので、百トラのね、トラ柄の、アロハシャツは、過去にも昔にもあったんですよ、あれ。私は3枚ぐらい持ってたんですよ。もうすぐどっか行っちゃったと、どっか行っちゃったんですけどね。でもあれはものすごいド派手すぎたから、あと、ウェアハウスさんとか、まあ、アメカチ系統のアロハシャツも買いましたが、なかなかね、自分に合うような、ものをですね、なかなか合わせることは難しいのかな、ということもね、あるわけなんですよ。まあね、こうやってね、こういう柄とかね、リーゼントアロハスカルとかね、まあ、ワコマリアさんらしいですよね。
で、こちらレオパードの柄とかね、派手でしょ？すごい派手でしょ？ねえ。ただまあ、サイズ感はちっちゃいんですけどね。アロハシャツって結構大きいイメージあるじゃないですか。T シャツが隠れるぐらいね。これもレオパードですね。派手ですね。派手派手。でもアロハシャツにとったらやっぱりね、こういった派手なもの、もう使うことによってですね、楽しむこともできますので、で昔は私アメカジが大好きだったので、だから和柄、話戻すようですが、和柄とね洋柄の、デザインでね、メイドイン USA と言われるようなものを買っておりましたよ。その当時は確かに2万円ぐらいで買えたんですよね。懐かしいな、メイドイン USA、 ハイビスカスのね。あともう一枚何枚か買ったんですけどね。でちょっとやっぱりアロハシャツでも洋柄と和柄とね分かれてくることによってね、ファッション感覚がまた変わってくるわけなんですよ。私の感じ方がね、今日は和柄で行こうとか今日は洋柄で行こうとかっていうことを、ね、で葛藤するわけなんですよ。でそっから結構アロハシャツは遠ざかったんですよ。あとはレイヨンとか、レイヨンとかでもまあね、ぶっちゃけ太陽に当たっていけばどんどん色褪せてくるわけですから、柄がどんどん薄くなっていくわけなんですよ。であとは穴開いてきます。タバコがプールスパーと吸った後チュッと当たっただけで穴開きます。それぐらいまあ耐久性はそこまではなかったんですけども、でもメイドイン USA のアロハシャツはものすごい頑丈でしたよ。あれすごかったよ。あんな生地あるのっていうぐらいの、だいたいアロハシャツってペロンペロンじゃないですか。ペロンペロンってでしょ。だけどもメイドイン USA はもうガシガシの生地感だったんですよね。あれにはもうすごいびっくりさせられましたね。やっぱりメイドイン USA ってすごいんだなってね、改めてそこは思いましたよ。あとはヴィンテージ類になってきますと、もうボロボロですけど、ヴィンテージ類はもうほぼボロボロなので、あんまり使い道なかったんですけどね。でもね、アロハシャツでヴィンテージのものと、バイカーショップで売られてたようなもので、破れてても7、8万とかもしておりましたし、もっと高ければ20万とか30万とかね、してくるものもございますので、それはやっぱりね、ヴィンテージはあんまり手出さなかったですね。でパイナップル柄も好きだったんですよ。好きだったんすよ。あれ大好き、ものすごい買った。でウルーゼットさんの、トラッシュヘッドと言われるような、これもね、これはレイヨンじゃないんですよ。チリメンね、チリメン。おー、いいでしょ。なんかに和のテイストの日本人が誇れるようなタンゴのチリメンを使って、レイヨンじゃないですよ、チリメンですよ。そういったものでアロハシャツを作ってしまうというウルーゼットさん、ミキタさんが、今着物の生地とかも使っておりますが、素晴らしいな、そういうとこが素晴らしいんですよ。なんかものづくりをするっていうことがね、っていうこだわりも楽しみ方もございますし、まあ普通にレイヨンで、普段通りにバシバシで使いたければ別に全然、レイヨンでも全然構わないんですけどね。でここでね、私はですね、皆さんに問いかけたいと思っておりますので、皆さん今年の夏はどうですか？アロハシャツはどんなものを着ますかね。有名なところで言えばサンサーフとかが有名なところですが、他のアメカジブランドでもアロハシャツは出しておりますので、好みですよね、やっぱりね。もうやっぱりね、こう夏だからこそできるわけだって、冬はできないんですよ。この上には革ジャン着ればかっこいいですけどもね。そういった使い方もできますんですよ。そういった使い方もできるわけなんですよ。だからGジャンの上に
アラーシャツをね中に入れ込むとかね、インナーとして、そういったこともまあ秋とか楽しめることもできますのでね、まあ本当にもう夏は使い勝手がいい、素晴らしいですね。本当改めてねアラーシャツをここ最近着ることによってですね痛感させる思いでもございました。買って本当に良かったですよ、買ってて、そして持ってて本当に良かった、売らずにね。で今回はアロハシャツ、まあ今年の夏、私はですねアロハシャツと、あとはねもうショートパンツも履いていこうということでね、そういうような楽しみ方もしていこうということでね、この上にアロハシャツを着てね、真夏ね、乗り切りたいと思っております。皆さんもね、夏暑いですが本当に気をつけてくださいね。救急車いっぱい止まっておりますので本当に熱中症には気をつけてください。なかなか寝ました。今回これで失礼いたします。ありがとうございました。ありがとう。